方なのかな。ちょっと興味湧きますね。ないと思う。あ、そっか。この自由時間の移動で使うかどうかは君らしだよ。アキラと台湾人の女性なんだね、結婚したのが。あ、そうそう、台湾の女優さんだ。しかもめっちゃ量多い。600これ有名らしいんで、ちょっと食べたいと思います。モンスタートムギってなんなんはい、モンスタームギはい、チーズ。よし、行こう、まとめて。いける？何個空いてる？これな。あんた小さい箱ならね、2つ。まあ、みそ結構ある。小さい箱なら2つ入る。で、私も入れちゃっていいですか？お釣り出ないよ。確か。赤ボタン押して。赤ボタン、バツ。じゃあ、止めて。今やってんの？出てくる？あ、本当？100円で20出てくる。そうそう、出てくる。お、すごい。ありがとう。
食べてるんだけど、沖縄の種類は食べてますよ。パネすごい。なんか完璧やる。いや、みんな来るわ。あー、これはね、パッケージ可愛くないですか、この子。え、おいしい。トマト食べ方って重かすぎ。死んだ。赤ちゃんだなみたいな。少なくともさっき食べたシチョコ出るのめっちゃ美味しいですよ。さっきスーパーで列並んでた時、お兄さんが試食美味しいよってなんかめっちゃ渡して、まあ、並んでたのパイナップル餅だったんですけど、まあ、パイナップルの味がそもそも全然違って、10個入りにしよう。10個入りすでに2個買うことだよ。10個入りと16個入りのもお得。そんなことはないの。まあ、16個入りのもちょっとぐらい。ちょっとぐらい。じゃあなんか開けてバラにするんだったら16個入り1個買っといて。がいいなって。16個入り1つ。おしゃれ、おしゃれ。どこまでおしゃれなんだ。イクラも可愛い。本当だ、可愛い。
本大雨だって。ガテラゼミが帰ったら晴れる可能性はあるけど、現在日本は大雨だって。西関西が。だって伊達さん帰ったら近場になるから。だから日本明日は雨で。帰っても雨で。みさみさんどこ？訳さないで。みさみさんいた。はい、全部です。全部ないです。ない。ない。パスポートも全部です。あたし夢を見ているのかな。パスポートないと帰れないですよ。私タクシー代払えないじゃん。してくれれば頼むか、させてくれればいいな。